正面から見てみましょう。横から見てみましょう。後ろから見てみましょう。用意の姿勢で構えの姿勢から発想の構え、左下段牽制四股立ちとなり、右下段打ち後屈立ちとなり、横一文字受け、
右足を一歩出し下段払い。右足を一歩引き、棒を二回振り回す。棒を肩に引き、一歩出て転倒打ち、中段からのすくい突き。えい、回って八層の構え。左下段牽制、四股立ちとなり、右中段打ち、後屈立ちとなり、横一文字受け。右足を一歩出し下段払い。右足を一歩引き、棒は肩。一歩出て転倒打ち、中段からのすくい突き。横に構え、棒は腰。一歩出てすくい受け。さらに一歩出てすくい受け。転倒打ちすくい突き。回って構え、同じ動作を繰り返す。裏正面に回り、半前屈立ち、下段払い、突き、一歩出て上段打ち。一歩下がって結び立ち。左足から出て上段突き、元に戻る。左足から出て上段突き。右足を後ろに引いて上段打ち。後ろの足から前に出て転倒打ち。正面に回り、縦一文字受け。下段払い、上段打ち、上段突き。半前屈立ちとなり上段突き。そのままの姿勢で後ろに送り棒。自然体で縦一文字の構え。四股立ちとなり送り棒。前屈立ちから八層の構え。構えの姿勢、用意の姿勢、礼。上から
演武線を中心に見てみましょう。